トゥデイズアイです。花や音楽を通して日本の伝統文化を世界に伝えるカジキズアーティストショー花と音楽の祭典が先日ニューヨークのカーネギーホールで行われ、今年デビュー30周年を迎える元アイドルで現在は演歌歌手として活躍している永山瑤子さんもステージに登場しました。音楽の殿堂カーネギーホールで本格的な演歌としては初となるコンサートを行った永山瑤子さん、今回その舞台となったのが日本の国際フラワーアレンジメント協会が国際文化交流を目的に日本の音楽やダンスなどを花とともに世界に発信するイベント花と音楽の祭典で、ニューヨークで行われるのは今年で3回目となります。若い世代にも日本の伝統に興味を持ってもらおうと、コンセプトは伝統に西洋の要素を加えた新しいジャパン。ステージの演出は人気ビジュアル系バンドシャズナのメンバーとして知られ、今は劇団も主催し俳優として活躍しているイザムさんが担当。物の生地や帯を洋服の上にアレンジしたその名もニュー着物を舞台衣装として使用し、和のテイストが盛り込まれたブーケとともに登場、和洋折衷のステージとなりました。お花ってどの角度から見ても美しいので、それを引き立てられる動きにしたいなってちょっと考えました。そしてNo.30 年前、アイドル歌手としてデビューし、今ではベテラン演歌歌手として活躍している永山瑤子さんがこの日のメインゲストとして登場。花のように凛とした三味線の立ち弾きを世界にアピールしたいという主催者側の狙いに最もふさわしいということで、永山さんの出演が決まったそうです。およそ600人の前で永山さんの歌の原点という民謡をはじめ、拳の効いた演歌を含む自身のヒット曲など9曲を熱唱しました。今回は永山さんにとってアメリカ本土で初めてのコンサート。私のコンサートではずっと欠かすことができない津軽三味線の立ち弾きというのをもう何十年も披露してきてるんですが、今回本当にそういう夢がね実現して、それがニューヨークのカーネギーホール、もう本当にこれは私の一生の宝物にさせていただきます。着物、三味線、演歌は永山さんが世界の舞台で伝えたかった日本の伝統文化、その夢が叶った迫力のあるステージとなりました。She has a lot of upbeat. She was like Jimi Hendrix of Japan. She had a lot of life in her. お花っていうのは万国共通なので、それを通して着物から三味線からっていうのをアメリカ人でも受け入れやすいのかなって思います。実は永山瑤子さんのご主人はフロリダ州出身のアメリカの方なんですけれども、この日のコンサートに永山さんがご主人とご主人のご両親も招待されたということです。また客席に降りて歌ったりとアットホームな雰囲気も感じられたステージでした。それにしても津軽三味線の立ち弾き本当にかっこよかったですね。